ただこのアメフト日大のこう会見、ずっと下手くそだよなと思っちゃうね。日大の、理事の学長さんとか、副学長さんとか、林真理子さんもね、出てましたけど、なんか、これはワイドナショーでもコメントしましたけど、自分たちがどう見られているかとか、自分たちの対応がどうだったのかっていうことよりも、こういうことが起きてしまって、で、しかも、こう対応が遅れていたっていうことを詰められてるときに、そこの、こうだから遅れたんですって、まあ説明しないといけないとは思うんだけど、その前に、あなたたちの、日大に通っているあなたたちの学生さんに向けて、まず申し開きがないと、一部の大麻を吸った生徒のおかげで、まあそれこそアメフトの問題の時もそうでしたし、理事長がお金の問題があった時にもそうだけど、さあ、これから就職活動だとか、日大に行ってみたいと思う人とかね、これから未来の日大生とか、その人たちに、まず、うちの大学で起きたことの謝罪とか、あなたたちが、一つのことで、違うところで、日大生が日大生、日大の人がって、なんか言われることに対しての懸念をまず払拭してあげてほしいなって僕は思ったんですよね。でもなんか、こういう話だと逃げてるとか、なんか林真理子さんが入ったらもうちょっと いろんなことをこう解明してくれると思ってました。で、それに関してのコメントとかよりも、今の大学にさ、高い授業料を払って、入学してくれて、今もまだ学び続けている生徒に向けての言葉があまりにもないなって僕は思ったんですよね。だって、大半が真面目にかどうかわかんないけど、まあ、日大で学びたいことがあって学んでいる。で、日大で学びたいと思ってる人に、質のいい授業を何とかやりたいと思ってる教授の方がほとんどだと思いますよ。だって、それでマッチングされてるわけだからね。日大の教授のもとで学びたいとか。でもその人たちがいい迷惑よってこと。ほら、母校が日大だったらやるせないし悲しいだろうな。そうよね。そうだ、卒業生の人もね、悲しいよね。でも、卒業生よりも今在学してる人とか、これからまさに受けようと思ってたっていう人に対しての、コメントがもうちょっとあってもいいんじゃないかなって俺は思ったんですけどね。